それでは早速オープニング作品、劇場版アンダードッグからお越しいただきましたゲストをお招きしたいと思います。竹正春監督、そして若き天才ボクサー、大村隆太役でご出演の北村匠さん、ヒロイン、明美役でご出演の竹内久美さん、そして本作の脚本を手掛けられた足立慎さん、プロデューサーの佐藤玄さんです。どうぞ皆様、大きな拍手でお迎えください。 ようこそお越しくださいましたそれではまず皆様から一言ずつご挨拶をお願いしたいと思いますそれでは武監督からお願いいたしますえ本作「アンダードッグの監督をさせてもらいました武と言います今日は本当にありがとうございますあのオープニング非常にあの光栄に思っておりますありがとうございます、uh, ah、続いて北村さんお願いします えー、大村隆太を演じました北村匠海です。本日は本当にありがとうございます。えー、数年ぶりに、えー、この本当に名誉ある映画祭に来させていただきました。このアンダードッグという作品がオープニングに選ばれることをとても光栄と思っております。Um, my name is、uh, Takumi Kitamura. I play the part of Ryo Kitamura. I'm very honored to be able to be standing here to represent the film Underdog as the film for the opening ceremony. Thank you very much. 続いて瀧内さんお願いします。えー、西条明美役、瀧内久美です。えー、今日はあの皆様にお会いできてとても嬉しく思います。えー、この作品に出てくるあの登場人物たちは日の当たらないような人物たちばかりで、えー、この作品がこのオープニングに選ばれたことが本当に作品として、えー、救われたような気持ちでいます。えー、よろしくお願いいたします。 hello everybody my name is kumi takiuchi and i'm very glad to be here and uh, very happy that this film was chosen as the opening film because the characters uh, in this film uh, all live in the shadows more or less in dark places so to be able to be chosen uh, when we think about the characters and how they live it's, it's an honor really thank you very much えっと、本当にこの作品をオープニングに選んでいただいて本当に大変光栄ですし今日オープニング上映をたくさんの方に見ていただけるのも本当に嬉しいです今日来ていただいて本当にありがとうございます。Uh, my name screenplay、uh, very very Shinodachi and Also that was as festival and wrote honored chosen is this this the open happy film、so well. Thank you again それでは最後に佐藤さんお願いします、はいえー、アンダードックのプロデューサーを務めました、えー、佐藤源と申します、えー、と本当に「100円の恋」が6年前にあって武、えー、さん、足立さんと、まあ、スタッフ、えー、とまたそのチームでまた新たにこういう素晴らしいキャストを迎えて、えー、こういう舞台に呼んでいただいたことを本当に誇りに思いますし光栄に思ってますありがとうございます。 Uh, my name is Gensato. I am the producer of Underdog. Uh, it was actually six years ago uh, that we worked uh, here as a team for uh, 100 yen love. And to be able to come back on stage uh, with the staff and the cast that we have, uh, to me is a very uh, honorable moment for me. Thank you very much for choosing the film. さあ、それでは、ここで本日舞台公演中で、この会場にはお越しいただけませんでしたが。主演の森山未來さんと中継がつながっています。森山さーん。はい。はい。よろし。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ちょっと温度差があるのかな。<laughs> <laughs> では、一言ご挨拶から。お願いします。はい。森山と申します。はい。末永明という役をやらせていただきました。えっと、ちょっと。 自身の舞台の公演で今大阪の堺の方にいるのでちょっと参加できなかったんですけれどもこのような形であの映画祭に参加させていただけるということで嬉しく思っておりますよろしくお願いします Hello,、uh, my name is Moriyaman I play the part of Akira Suenaga I'm right now in a place called Sakai which is in Osaka、uh, for my theatrical performance、uh, So I'm not there with you But、uh, I would just like to say that I'm very honored ありがとうございます。それでは短くですけれどもお話を伺ってまいりましょう。まずキャストの皆様からお話を伺います。この作品のオファーがあった際、北村さんと森山さんはプロボクサー、そして竹内さんも非常に難しいシングルマザーのお役を演じていらっしゃいますけれども、この作品のオファーがあった時 どう思ったかということから伺わせていただきたいと思います。じゃあ北村さんからきましょうか。はい、えー。まず自分は格闘技をやったことが人生で一度もなく、ただ見るのは大好きだったので、うん、初めにこうあのボクシングの話だというご端的に聞いたときに、まずまあ、もう心率直にぜひ挑戦したいなっていうのと、監督が武さんだったり森山さんだったり、えー、勝地さんと一緒に。 えそのリングに上がれる機会、逃すまいと食らいついていきました。さんはいかかがですか えー、あの最初に武正治監督そして安達晋さんの脚本ですとお渡しいただいた時に非常に厚みがある本でしたので何だろうと思ってそしたら前編後編の映画でしたのであの驚きと嬉しい気持ちがあったんですけどあの母親の役をやらせていただくのが初めてだったのであこれを機に役の幅を広げていただけるなという機会をいただいたなと思ったのと今まで続けてきたご褒美だなって。 Uh, actually, when I received the script uh, that Mr. Adachi wrote and got the offer from the director, Mr. Take, the script was so thick uh, and realized it was in two parts. And it was a great surprise for me. And also, I was extremely happy about it. This is the first time for me to play a mother. です、ね、あので、これは円の声をまあ見させていただいてたので、オープンさんのタッグでまたボクシング映画を撮るってなった時にいや、も山さん、だ山さんはどうでした あの本当にこの僕の役は瀬長明は喋らない <laughs> もう足立さんが書いてくれてるセリフとしては <laughs> 点点点しかないんですね、基本 <laughs>、まあ。極端に言うとなんですけど要はボクシングというそのリングの上でしかある種感情を発露できない人間なのかなと思ってすごくその何て言うのかな中にこう流れてるこの人のなんていうか人間性キャラクターみたいなものを考えつつもでもなんか。 その本にあるこうある種の愚直さ、無骨さみたいなものを、まあ大臣にやれたらいいのかなと思っていました。はい。Actually,、uh, I watched 100 Yen Love and I would love to be work with this team of Mr. Take and Mr. Adachi and uh, uh, be part of this project.、Uh, actually, my role of Akira Suenaga,、um, he does not speak so much.、Uh, Mr. Adachi's screenplay had a lot of places where アキラは今回のキャストは理想がかなったというふうにあの制作陣から伺っておりますけれどもその辺りを武さんと足立さんと佐藤さんに一言ずついただきたいんですが武監督は どう思われまましたかキャスト決まりましたいやあの非常にこのボクシングというものを題材にしている映画というのはとてもあの作るのは難しくて、えー、ストーリーをシナリオを作って素晴らしい足立さんのシナリオではあるんですがこれをやれるキャストっていうのがやはりいてくれたっていうことでこの映画を作れたというのを本当に強く思ってでやはりその森山さん北村さん とあとこれに出てくれた映画あのに出てくれたキャスト陣というのがそう簡単ではない役に向けて全身全霊をかけてやってくれたというのはあの本当に今年のこの2020年の1月2月に撮影をしたんですが非常に厳しい年にはなりましたけれども何かそれをあの乗り越えるぐらいの,あのすごい映画をすごい、えー、演技をあの見せてくれたというふうには実感しています。 Well, actually, you know, boxing, uh, the theme uh, itself is a very difficult to make. Uh, and uh, I was uh, quite surprised that we were able to find actors who would be able to play these roles. And so to Moriyama-san, Kitamura-san, all the other cast also, I know it wasn't easy for them. And they poured their heart and soul uh, into the, the character that they were playing. So to be able to be blessed... Uh, by uh, these uh, wonderful uh, actors was some, something that I was uh, very lucky to have. And also, um, we had this, we were filming this in January and February this year. Uh, and uh, in the end, it has become a very challenging year. But uh, thinking about uh, being able to finish this film and also uh, in parallel to what we are experiencing as well now. 私は、私は私は足立さんはどうですか。はいえー、っさっき本当、森山さんがおっしゃったように本当にちょっと喋、えー、らない役なんですけど。 まああのでも、シナリオの前のプロットっていう段階からこうかを書いてる時から森山さんに演じていただきたいという思いがずっとあってで喋らないんだけどもその喋らない感じがあのかっこよくなるのがすごく嫌だなというふうふに思ってて9割方かっこ悪い男なんですけどその残りの1割のまあさっき森山さんが言われたその愚直さみたいなもの 9割格好悪くて残り1割ちょっとだけちょっとまあ光るっていうようなこう感じの役を演じていただきたいというそう気持ちがずっとあってそれでシナリオもそのまま書いていたのであのお受けいただいた時は本当に嬉しかったですはい Well as、uh, Mori Yamu さん was saying earlier,、uh, this he plays a character that really doesn't talk a lot. And from when I was writing the plot, uh, I had him in my mind. I wanted him uh, to play this role. And uh, I, this character, ha I didn't want this character to be somebody looking really cool. So, uh, as he mentioned earlier as well, I think 90% uh, he's trying to show the clumsiness of uh, someone who's really deep into uh, this career that he's pursuing. But then there's 10% of him that. Uh, that shows that there is something that he can gain from this. And so uh, when he, he took the offer to play this role, I thought I was uh, very lucky and I really appreciate the fact uh, that he took this role on. Producers the Sato you know, あの今回は武、まあ、さん、足立さんといろいろ話し合って、えー、理想のキャスティングをあげたその方々が、まあ、これはもう一重に足立さんの本が面白かったことと武さんの信用だと思うんですが、えー、と本当に皆さんが引き受けてくださって本当にその理想を超える本当に熱演をしていただいた、えー、のが本当にありがたいと思っています。 Well, I think you know everybody always uh, wants to have uh, ideal casts in whatever they do. But this time, uh, thanks to Mr. Take the director and Mr. Adachi, uh, the screenplay by Adachi-san was really great. Uh, and also uh, because of the, the trust people had in the director, Mr. Take as well, I think that also uh, had, uh, was really big behind. 本当に隅の隅にいる人たちまで魅力的な人たちが揃っていてどんどん引き込まれていくというのがこのアンダードッグの世界観だなと思うんですがあの北村さんと森山さんはボクサーの役ですので当然トレーニング非常にハードだったと思います。年前ららいかかですか そうですね。あのー、本当にこう体作りというのも、まあ、それぐらいから始めてで、まあ、最初はなんかこうウェイトとか筋トレで体を作るっていう方に考えがちだったんですけどもうそれもとにかくボクシングで落とそうっていう意識で、えー、ひたすらボクシングを家に帰ってもシャドウを押しいとかもうとにかく、えー、ボクシング映画を見るというよりかは本当のリアルな試合を見て。 ましたね、その竜太の竜太みたいにこう、若くして天才でこう、試合しながら踊るような選手とかもいるんですね、そういう選手の試合とかを見て、なんか自分の中でこうインスピレーションを受けながら、理想の体に近づけていったって感じであの、試合のシーンの前日とかは、本当のボクサーの方の食生活と、あと、体を追い込むトレーニングっていうのを実際にやってましたし、本当に僕たち3人、ギリギリな顔で、常にこう戦ってました。はい Yes, um, I had to train uh, for a very long time and uh, work out so that I looked physically right to be, to be a fo uh, boxer. And um, I thought at first that I would do a lot of weight training and muscle building, but in doing boxing, I can lose weight and be in shape. So I did a lot of shadow boxing at home, and I wanted to uh, look like a real boxer, not just someone, an actor playing a boxer. And I realized that there are some genius uh, boxers, very young, who almost dances on the ring. So I wanted to train like that. And before um, the the actual boxing uh, event, when we had to shoot that, I ate like a boxer and also trained that way. Moriyama-san was, well, of course, a dancer and is still dancing. I think he is still performing. But what was the appeal of boxing? What attracted you to そうですね。あのまあ、1年前ぐらいから「あの100円の声」でもボクシング指導をなされてたあた松浦慎一郎さんという方にも付きっきりでずっとあのトレーニングさせてもらってたんですけど、まあ、あのスパーリングとかもあのスパイリングっていうのはヘッドギアをつけて、えっとまあ、ちょっと大きめのグローブで、まあ、本当にちゃんと当ててっていうそのこともよくやらせてもらったんですけどやっぱりこう、憎くもない相手を殴るそして殴られる。 僕も格闘技をやってきた人間ではないのでなんかその辺の気持ちっていうのが分からなかったというかでも、やっぱそういうのを通してやっぱこう松浦さんもちろん憎く,くないんですけどなんかやっぱ殴ってる時殴られた時にこう自分の中で、ね、やっぱこうスパークする何かこう、まあ、アドレナリンって言ってしまえばいいんですかねだけどその感覚に病みつきになってしまうっていう感覚は非常によく分かったというかもちろんトレーニングで体を追い込むということもしたんですけど。 Well, really, um, I watched the uh, 100 Yen Love, and in that film also, there was a trainer called Mr. Matsuura who helped me on this film. And I did a lot of sparring, wearing the headgear and gloves for real. And you have to hit and be hit by someone who you don't hate. And uh, I've never done boxing before, but um, when Mr. Matsura, the trainer, hits me, something sparks inside of me and releases adrenaline, and it becomes sort of like a habit, and it's almost like you become obsessed with that feeling. And I think you will feel that, and it was a great experience for me to, to have that. So, っていうことなんですよねこれをタイトルにつけた思いっていうのはどこに武井監督があるんですかそうですすかそうねあの、まあ、自分たちがこう描いてきた作品っていうのがどうしてもそのまイ、あ、ヌですとかアンダードッマ負け犬だとかもしくはふ普段映画だと主人公になりえないような、まあ、人にちょっと光を当てて主人公として物語を作っていくっていうのを目指してまして、まあ、そういう映画が好きなんですけども。 なんかそこにあの,その精神をそのままタイトルにするっていうのはすごくあの足立さんの本を見たときに気に入りまして、えーまあ、なんかそういう強い映画にならないかなと、まあ、アンダードッグっていうそのカマセイヌっていうものが本当に弱いものではなくてあの非常に何か強い生き物である人間なんですけどもそういうものであるということを表現したかったなと思います。 I usually make a lot of stories. I want to depict people who cannot really e become the main characters. There's people in lives that always cannot be main characters. And so uh, I thought the, the title Underdog uh, in a way meant that uh, we were providing an opportunity uh, for these types of people also to have some light shine on them. And that was a spirit that I felt uh, from reading Adachi-san's book. Are really、fit that. And also, そして今回、今日来ていただいているキャストの皆様は武監督と一緒にお仕事するの初めての方ばかりですけれども初めて参加された武組のイメージを。 伺いたいいたたと思います北村さんどうでしたか、はい、あのーまあ、僕から見て誰よりも主役だった感じはありました <laughs> 分,か <laughs> 分かりますか,かもう本当になんだろう、まあ、とにかくこう映画に魅了されてる方なんだなっていうのは、えー、現場でも、えー、監督といろんな話をしてる中でなんか本当に監督が 俺はこういうのを映画にしたいんだっていう,こういろんなエピソードを聞いた時にああすっごいもう取りつかれてるんじゃないかなみたいなぐらい本当にこういろんな面白い話だったり自分の中の糧になる話もいただきましたしえ現場での武さんの姿を見てなんか自分たちが役者として鼓舞される感じっていう直接的な言葉ではないけどもう現場の中心にいる武さんを見て Well, from my perspective, the director, Mr. Take, was the leading man uh, on the set. Uh, he is so captivated, so intoxicated by films, and uh, he shares with us so many episodes of uh, of things that he wants to do with film. He's obsessed. He's a possessed man almost, and that's really taught me a lot. and 竹内さんはどううででしたかそうですねあの10年ほど前に私、竹さんにあの作品でご一緒させていただいたことが竹さんの作品ではないんですけれどもご一緒させていただいたことがあって、えっと、そこで竹さんにこうたくさんの映画を教えていただいたんですねそこから自分は映画を見るようになったので本当になんか映画を教えてくれた人で。 その方とご一緒するっていうことですごくドキドキしたんですけどうーん人間的な美しさがある人すごくもうあの必ず朝こちらに来てくださっておはようって声をかけてくださって撮影終了時にはあの今日も一日お疲れ様でしたとなんかきちんとご挨拶をするっていうこととか,なんか本当にあのあ大切なことだなって。 Uh, actually, I had worked with Mr. Take ten years ago. It wasn't his film, but I worked with him and it was that time he taught me about many, many films, and that's why I started watching many films and so he's a man that taught me about film and uh, i was this time I was uh, quite nervous to work with him, but I can express him as being someone with a very beautiful. Uh, humanity. in the morning, he would come up to me and say, good morning. and when we finish work at, in the evening, he would say, thank you for your hard work. i mean, this is really an ethical thing. it's a very important thing for, for, for us people. and he taught us that. 監督として活躍される以前は助監督として井筒監督をはじめとしたもうつわものともの下での助の監督時代ではやっぱりもう百戦錬まであったであろうとやっぱ思いますし、まあ、そういうお話もたくさん伺いましたしなんかやっぱり、そのんて言うんですか、ね、エネルギーというのはやっぱすごく現場現場で何を起こすかっていうそのやっぱエネルギーというものをとても信じている人なんだなという印象を受けました。やっぱりり誰よりも早く現場にいる、 現場のど真ん中にまずいる。誰よりも一番大きい声を出すみんなを盛り上げる巻き込むすごいスピードで撮影をしていくなんかその本当に場っていうものを立ち上げてそれをどん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 こう切り取っていく生のものを切り取っていくなんかそういうエネルギーにあふれていた現場だったしそれを作ってるのが間違いなく竹さんだったしなんかその場所にいられることにすごく毎日ウキウキはしてましたね。 Well, Mr. Take, the director, he worked as an assistant director before he became a director on his, in his own name under such great masters of film like Mr. I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 zutsu. So um, he has many, many stories to tell us about these uh, big master directors. And he has so much energy within himself and he b brings it to the set. He's there first before anyone else, he's at the center of the whole shoot, uh, he has the biggest voice. And he shoots very 督はをしててていいいいいす。かかかがでや、あのなんか聞いててそうで懐かしいなと思いいいなががらも。まあ、でもで本本当にあ,の、まあ、いい本があってね。それでこれれだけの面白いい素晴らしい俳優に囲まれるともう本当に映画の やってきてよかったなってててきかたな毎回、思いますしそれで毎回いい映画を撮れてうんなんか信じられないような瞬間をこう共有できるということが本当にまあ今年の1月、2月でしたけどもあのそして、こうやって映画をね仕上げることができてまあいい俳優に恵まれているなというそれとスタッフも素晴らしいのであの本当にそういうところで何かこっちもね盛り上げてあの映画をどんどん作っていく。っていう

And then, of course, we were filming this in January, February this year, but now that we have completed it and uh, to be able to show it to everyone, I think we were, I, I was actually very blessed uh, by the wonderful staff and the wonderful cast that I had. And I think uh, we were able to bring to the viewers the passion that we all felt while we were making this film. さてあの最後の映画の最後の方で後楽園ホールで実際対戦をするシーンがあるわけですけど本当に滑り込みのタイミングでの撮影だったんですよね北村さん、どうでしたかそのころ、ねあのーえー、この1年がこんなことになるとも思わず、うん、今思えばものすごい、えー、数のエキストラの方が集まってくれて、あのー、本当に実際に。

The situation we are at now, and so uh, for that game scene in the Korakuen Hall, uh, we had so many extras, and we had we did the game, and we had so many cheering people, the the spectators, and we were fighting. I was fighting one to one, and it was a truly precious experience. Hi, thank you how moriyama Yeah, Well, it was ね来ても wasn't <laughs> it? いやなんかやっぱりそのすごくさっきはそのボクシングっていうそのものが持つポテンシャルの話でしたけどやっぱりそのステージ上まあ僕からするとステージっていうふうにやっぱすごく思いましたしやっぱ観客の皆さんに囲まれてやっぱそこでいろんな声や思いをまあ浴びながらまあすごい強烈なスポットライトも浴びながらまあ戦う。 それは病みつきにもなるやろうなってやっぱり思ったしうん、やっぱあの時間っていうのが今思うと貴重だったなっていう感覚にもなっちゃいますよねはい Yes, well, I talked about boxing as a, what boxing has as a potential but really the ring is like a stage and therefore with the audience, the spectators cheering us and really calling out to us and you're a in the hot spotlight and I can

そうですね、まあ、この、まあ、コロナといいますか COVID-19 というか、まあ、これでちょっとやっぱり困難な時期という言われている、ねまあ、時代に今入っていますけど、まあ、その中でやっぱり、辛い思いをしたりとか苦しんでいる方ももちろんたくさんいらっしゃると思いますまで、あ、でもこのなんか作品もやっぱなかなかこう、実家に這いつくばったままなかなか立ち上がる。 のが困難な、まあ、男の話末永明という役はそうなんですけれどもあのでもや,やっぱり立ち上がりたいやっぱり何かに立ち向かいたいっていうなんか、思いを後押しできるような映画になっていると思うのであのぜひあの、まあ、前後編でね、長いですけどあの <laughs> ぜひぜひあの劇場で映画を体験していただければなと思います。今日はありがとうございました。 so uh, i would like to first say that uh, i'm very happy that this film was chosen as the opening film uh, because of covid-19 uh, we're in a very challenging time uh, there's a lot of people who have uh, had to experience a lot of hardship there are still people who are struggling because of this and uh, as for this film of course i play the role of akira surinaga and he is also a character uh, it's uh, that he's struggling. There's a lot of hardship in him as well that he wants to stand up and go against something uh, and to take that step forward. And I think this film uh, gave us uh, the strength to sort of uh, to push our backs uh, to try to uh, head against or to try to go forward against something that we want to, uh, to catch. And so it's a long film. ああ、uh, it's in two parts, uh, but uh, I hope you enjoy it and thank you very much. す。すみません。はい、どうぞ。あの。六時からね、舞台で。そうですよね。よ <laughs> <laughs> だから、ちょっと僕。<laughs> はい、先にい。ありがとうございました。ごめんなさい。そうですよね。六時から。<laughs> ありがとうございました。森山未來さんでした、はい。また会いましょう。ありがとう,がとうございました。<laughs> <laughs> so mr. m o r i a m a has a live performance from six o'clock.、So、すみません。見えない見えるのことについての考察という素敵な舞台をね、今控えていらっしゃいます。すみません。ありがとうございました。えー、ごめんなさい。ちょっとお時間がなくなってきてしまいましたので、えー、他何名かの方にコメントということになりました。じゃ、あ続いて北村さん、お願いします。はい、えー。本当にあの。僕はこの映画の中でも、えー、最年少というか。 えまだまだ未熟なものなんですけどこの「アンダードッグという作品に参加できたこととえそれがこう本当に東京国際というこの素敵な場所にえしかもオープニングに選,ばせてえ選んでいただきましてここに立てているとっても光栄に思います小山さんもおっしゃってましたがえ長いようで本当に短く感じるとてもスピード感のあるそしてえパンチの痛みだったりとか音だったりとか本当にそれを 生で感じれる映画だなと思います男たち3人が、はい、で立ち上がる姿をぜひとも見てください。お願いします。 Everything to me is uh, something that uh, I'm very proud of, uh, very honored to be standing here as well. Moriyama-san said that uh, it is a long film. It's long, but uh, it has a lot of speed. You'll probably think it was not as long as you might think it would be. Uh, you can actually hear the, the raw sounds of uh, people uh, with, when they hear the punches uh, in their faces or in their bodies. And so, ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと時間の都合でこの後、竹監督からのメッセージをいただきたいと思います。お願いいたします。えー、ありがとうございます。あのー、本当に俳優たちの全身全霊のあのー、まあ表現、あのパフォーマンス見ていただきたいと思います。あの三、ー、人のアンダードッグ、えー、ボクサーたちを支える、えー、女性。 を演じる俳優陣たちも素晴らしいです。あのそういったところをぜひ見ていただきたいと思ってます。あの2020年という、えー、年の1月2月に撮影して、そして、えー、2020年に公開されるということがなんか非常に意義深く考えております。えー、こうやってあの映画祭に呼んでいただきまして非常に光栄に思っております。あの何かこういう場所でもっともっと映画の、えー、映画人たちといろんな映画の話をして、えー、次の映画のことを考えていきたい。映画祭というはそういう場であってほしいので。

And you see the characters that support these three underdogs, and so this is something that I would like for you to also uh, see in the film. Uh, as I said, this was uh, this uh, filming took place in January and February in 2020, and also to have the film released within 2020 is a huge honor for us. And I believe that uh, film festivals uh, is a place where we also, as filmmakers, can hold discussions with other filmmakers, and uh, it's a part. It's a place for us to interact. And so um, I hope that uh, we can uh, have these types of opportunities going forward. And I think this is, this is why we cannot stop making films. So, again, I would like to thank the uh, organizing committee and thank you very much for uh, choosing our film for the opening ceremony. Thank you very much. ありがとうございました、えー、今年の東京国際映画祭のオープニング作品の劇場版アンダードッグから竹正春監督、北村匠さん、竹内久美さん、足立真さん、佐藤源さんにお越しいただきました大丈夫でしょうかははい、はい、マ、えー、スコミの皆様もすみません短い時間になってしまいましたけれどもご協力いただきましてありがとうございましたアンダードッグこれから始まります皆様楽しみにしていただきたいと思いますゲストの皆様ありがとうございました